ちょっと危険な人たちには見えるけど、これで死神は乗り越える。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発しましょうか。さあ今回のメンバーはどうしようかな。お、エミちゃんやる気あり。よし行こう。そしてゆうかさん、あとはキャンディーさん。はい、この4人で行きます。モデレーターさんたちと。じゃあ進んでいきますか。そろそろ大魔王のところに着くんじゃないかなと思うんやけど、この先か、この次ぐらいかな。どんな感じやったっけ。行くか。へいへい、あれやね、スプラの時の私やね。ドラゴン本当にいたんだ、怖かった。でも正気に戻ったらなんか頼りない感じだったね。うん、元の顔の方が可愛いしな。さあそろそろ大魔王の玉座かな。最後の戦いだね、頑張ろう。おお、なんかすごいのんきやね。そういう感じ。褒めて褒めて。何をしたの、ゆうかさんは。あー、キャンディーさんが穴に。ってことはこの3人でしばらく頑張っていくわけですね。大丈夫、先に行ってて。この後ね、穴に落ちた人は一体どうやって戻ってきよんかがいつもすごい疑問なんやけど。キャンディーが仲間から抜けた。一回も戦闘することなく。やでやで会おうね。うん。キャンディーさんお元気で。お元気で。そして、あ、一人抜けたところで死神来た。ちょ、待って、死神はちょっとやめていただきたい。あー、マジか。あゆな。あゆな。つらいつらいつらい。ちょ、頑張って。頑張って。そしてちょっとあゆなに、命のふりかけを。ふー、復活復活。みんな頑張ろう。とりあえず死神やっつけよう、死神。はっ。ちょっと待って。あー、身代わり。身代わり、マジかよ。今復活したばっかなんですけど。頑張って。ちょ、みんな頑張って。いや、ちょ、死神。あー、つらいつらいつらい、当たらない。あー、あったあった。待って、これさ、一人いないのめっちゃあれなんだよね。つらすぎるんだよね。やばい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 。あ、もう確実にダメなんだけど。ちょっと待って。あー、あれか。ちょっと待って。ノリノリにしとけばよかったね。これ3人ノリノリにしとったら、もしかしたらいけたかもしれない。あ、ちょっと待って、ノリノリでやられた。やっぱりね。やっぱりねってなりますよね、そこは。次は負けない。頑張ろう。よし、ちょっとね、次のメンバー、とりあえず、ちょっとね、とりあえず、はい、誰？あ、今の誰やったやろ。ほ。はい、プーさん、ミラさん、クルミン。はい、この4人で行こう。さっきとメンバーは変わったけれど、頑張っていくよ。死神に負けないように。あ、もうなんか次のとこ大魔王の間って書いとったね。ということは、ちょっと頑張って死神を超えなければ。落とす穴は必ずじゃないよね。よし、オッケーオッケー。はい、来たよ。ここで、とりあえず全員をノリノリに、はい、しておきましょう。みんな頑張って。あは、プーさん。プーさん。ああって。よっしゃ。いいよいいよ。仇は取ったよ、プー。目を見開いて、瞳孔を開いてるけど大丈夫か。よし、いいぞいいぞ。フルボンいいね。超興奮してるわ。我を忘れてる。
大丈夫？ちょっと危険な人たちには見えるけど、これで死神屋乗り越え楽勝だった。お、レベル上がった。やったね。ふう、プー機嫌悪い？まあさっきね、一人だけやられてしまったから、それはしょうがないよ。はい、ここは右側に行きます。急げー。別にそんなに急いで大魔王のとこに行く必要はないんやけどね。よっしゃ、行こう。ちょっと待って、プーさん回復しとこう。プーさんに HP 振り、違う、これ違う。いつもね、HP 振りかけとね、MP 振りかけ間違えるんよね。文字見にくくない？よし、頑張ろう、これで。まあ、多分、私が振りかけ使うときにはみんなが回復してくれたとは思うけど、思うけど、とりあえずね。あー、ちょっと、体力がギリギリのくるみに追い打ちをかけるように。よし、OK。そうそう、HP バナナ。お、なに？あ、焼きバナナに？いいね。満タンや、満タン。そして、MP ケチるなよ、おい。から焼き？お。よかった。ケチってもこうやってね、手助けしてくれる仲間がいるから。あー、危険。プーさんが危険。自分かい。まあね、自分の体力回復も大事。なんかあれだよね、ここ最近ちょっとね、結構体力がギリギリというか、そういう感じやけん、これで大魔王に行っても大丈夫なのだろうかという不安はあるよね。ちょ、宴会料理を早く。お、ガードが甘くなった。お、焼きバナナ。宴会料理はどうなったよ。それで作ってるんじゃないの？もう一本のフライパンかな。あ、宴会料理。さあ、みんなに振る舞って。お、好きレベルアップ。かなり好き。二人は挟み撃ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き、大ダメージを与える。いけ。このブルーミノタウルスがすごいね、苦手で。すぐやられるよね。死神もそうやけど、筋肉痛になりそう。頑張ろう。あれやん、プーさんとクルミンがもうちょっとレベル上がりそうじゃない？仲良く行こう。そう来たかって何？仲良く行こうよ。1600ゴールドゲット、ありがとう。助かります。これで誰かまたなんか強化できるんじゃないかな。どうやろね。ちょっと大魔王の玉座の手前でちょっと強化をしておかなければ。食べた HP バナナが60本になったので、神の力の目覚め。 HP バナナの効果アップ。 HP バナナの回復量が30から40になった。ほほほ。 HP バナナをたくさん食べて新たな力が目覚めたようだな。HP バナナは不思議なことに、食べれば食べるほど効果がアップするのだ。次は90本食べたらさらにパワーアップするぞ。どんどん食べなさい。ほほほ。90本ってやばいな。お、2組のスキレベルがアップ。ちょっと気になる。2人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。大事大事。ちょっと気になる。お、こっちも同じやね。みんなが仲良くなって協力していくのも必要やけんね。はい、続けます。もちろん。さあ、それじゃあ料理3つしかないけれど、ゆうかさん、りみちゃん、フィッコーちゃん、お、全員いい感じやね。まあ美味しそうなデザートやったしね。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。古びた、まあ、まあ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 欲しいです。あれよね、ボロいやつじゃないけん、これを別にアップするやろ。はい、来たー。これプーさん
のやつやろ、古びたアーマー。いいぞいいぞ。はい、これをプーさんに、うん、アップするアップする。どれがいいかな、なんかこれぐらいがちょっといい味を出してるんじゃなかろうかと。はい、そして違う違う違う、もう一回じゃない。そしてお小遣い、お輝きのダガー、これをはい、ちゃんと買ってきてくれたね。オッケーオッケー。最近これちゃんとね、みんなその通りのものを買ってきてくれるけん、ありがたい。さあ、そして防具の方はね、ちょっと今お金が足りなくて買えないから、さあ次行きましょう。お、キャンディーさん、今度こそ頑張ろう。そしてはい、メグちゃん、くるみん、はい、この3人じゃない、この4人で行きます。キャンディーさん、次こそね。お、あ、まだこの先か。まだだった。え、わからん、紛らわしい。急がば急げ、とにかく急げ、急ぐしかないぞ。はい、右側に行きます。早いよー、また落とし穴に落ちるかもしれないよー。頑張ろう、そこ飛び越えていこう。よっしゃ、いけい。どうなんかな、みんなのレベル的には。一応主人公のアイナはレベル17なんやけど、低いんかな。いや、前回どれぐらいのレベルで大魔王に挑んだっけ。え、でも結構さ、私今回途中でのレベル上げをだいぶ動画外でもね、頑張ったつもりなんやけど。どこかな、やった、ローストグリフォン。あの、やっつけた時から今の間にもうすでに焼かれてしまったグリフォン、でも美味しそう。あ、来た、苦手な組み合わせ、頑張れ。パニッシュメントとか使っていいよ、パニッシュメントとか。おお、全員でありがとう。そこはさ、ブルーミノタウロスの方がいいんじゃないの、攻撃するの。どうなん。どうなんすか。なんかやっつけれたんかと思った。結構体力多いけんね、あんなんでやっつけれんか。やっぱり頑張れ頑張れ。キュアオール、結構さ、全体的に回復技使える人多いよね。もしや全員使えるんじゃねってぐらいの勢いじゃない。そんなことはないかな。あ、てかあれか、 HP バナナという存在があるけん、自分でも回復できるけんか、技がなくっても。ネガキはよし、余裕だね。ありがとう、くるみん。褒めてくれる。ちょ、みんな頑張って。あー、あとちょっとで、ね、あと1回ぐらい攻撃受けたらちょっとキャンディーさん死にそうじゃない、大丈夫。お、上回復料理、自分かい。キャンディーさんかと思ったら自分かい。あ、メガキュアね、みんな回復、みんな回復で時間が、攻撃にも攻撃にも回って、みんな、あー、メグちゃんがピンチ。めっちゃピンチ。お、いけ、え、回復。回復、あ、違う、激辛や。うわ、しかもあんだけのダメージってめっちゃ激辛やったやない、やば。激辛料理の攻撃でね、220はやばいよ。めちゃくちゃ気合を込めて激辛な料理を作ったのね。絶対食べれんやつや。お、ちょっと待って、どうしたの急に、体力が足りなかった、お待たせ、途中で食べることとかあったんや。
ちょっと小腹が空いたんかな。はい、右側に行きましょう。汗かいちゃった。まあ、着ぐるみ着とるけんね。絶対他の子たちよりも暑いと思う。ゲーム券3枚ゲットやった。ありがとう。到着。お、好きレベルアップ。プーさんと会えなや。好き。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。いや、痛いって。だってね、身代わりになって死ぬことがあるんだから痛いよ。はい、ゆうかさんとキャンディーさん。お、プレゼント。なんだなんだ。買いました。受け取って。キャンディーは優香にプレゼントをあげた。いいの？歯ブラシ。まあ、実用的。ありがとう。優香はまあまあ嬉しそう。まあね、あって困るものではないからね。かなり好き。私歯ブラシはいつもね、硬さは普通なんやけど、柔らかめってなんか柔らかすぎん？キャンディーを好きなさっちゃんはこっそり見ていた。さっちゃんそうだったの。ゆうかばかりずるい。まあまあ、さっちゃんも何かあげればいいじゃないか。ね。はい、そして料理。今回2つしかないけど、あゆなと、めぐちゃん。あ、2人とも、いい感じ。ローストグリフォン普通に美味しそうやもん。はい、ゲームコーナーでルーレット。着物ローブが欲しいです。これは、誰だ？着物ローブは、キャンディーさん？リミちゃんの方かな。 HP バナナだな。まあ HP バナナ最近めっちゃ活躍しとるけん、大事大事。はい、そしてお金は、あー、ちょっとあれだな。ちょっとあれだな。あー、全然足りないわ。あー、ほらほらほら、ダメダメダメ。あー、リミちゃんやね。あー、足りてない。圧倒的に足りてない。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、なんかね、やっぱ大魔王を直前にして欲しいものがある子がいっぱいいるんだけど、全然強化してあげられないというこの辛さね。